早や列車。早やとは、東日本旅客鉄道、JR 東日本及び、北海道旅客鉄道、JR 北海道が主に、東北新幹線東京駅盛岡駅間や、北海道新幹線で運行している、特別急行列車である。早やは、当時盛岡駅を北の終着駅としていた東北新幹線の八戸駅への延伸によって、 延伸区間の森岡駅八戸駅間を運行する列車として登場した。そのほとんどは東京駅八戸駅間の内大宮駅、仙台駅間を全駅通過し、全席指定席で運行する東北新幹線の最速達列車として設定されたが、朝夕には延伸区間の八戸駅森岡駅間を含む区間を確定車で運行する区間列車も早手として設定された。 大宮駅仙台駅間を無停車かつ全席指定席で運行する列車及び途中通過駅の有無。自由席設定の有無に関わらず、盛岡駅から新青森駅の区間内を始発。終着駅とし、盛岡駅以南に直通して運行する。最高速度時速27。5km の列車をはやてとしている。はやては東京都仙台、北間の長距離輸送を担う列車で。 大宮駅仙台駅間は臨時を含めノンストップで運行される。定期列車の早さへの置き換えや運転区間の見直しがされている現在も、宇都宮駅、郡山駅、福島駅などへの停車は実現していない。また、森岡駅北区間では、早手と早さのみの運行となっているため、大宮駅仙台駅間の、早手、早伏川駅、小山駅、宇都宮駅、 那須塩原駅、新白川駅、郡山駅、福島駅、白石座王駅と森岡駅北区間を利用するためには1回以上の乗り換えが必要となる。また、仙台駅森岡駅間の途中駅でも森岡駅北に直通する早出、早草の停車時間帯が基本的に早朝、深夜のみであるため、それ以外の時間帯で仙台駅森岡駅間の各駅、 古川駅、利古高原駅、一関駅、水田区江差市駅、北上駅、新花巻駅と森岡駅北区間を利用する際にも基本的に森岡駅での乗り換えが必要となっている。新青森駅延伸後の2011年春に導入された E5 系で運行される列車については、早手の名称を用いず、新たに、はやぶさの名称を与えることとなった。これに伴い、 早手は、運転区間を延長する形で当分運行されるが、最速立列車である、早草さを保管する列車との位置づけとなり、運行本数も、早草さへの置き換えにより、削減傾向を取った。JR 東日本は、e、E5 系導入開始直後は、東北新幹線の E5 系への置き換え完了と、同時に、早手の列車名を廃止する方針だったが、その後、e、E5 系に、 複数の名称が付く可能性もあるとして、ハブサは最高速度時速 300km 以上で運行する列車に用い、E6 系全編成投入完了以前に E3 系と並結して、最高速度時速 275km で運行する列車には、早手を用いるとの見解も示していた。早手秋田新幹線、小町との並結運転は、2014年3月の ダイヤ改正で終了している。2019年3月16日のダイヤ改正で、東京発の定期列車の設定がなくなる予定だが、繁忙期などには、東京森岡、新青森間の臨時列車に、早手が設定されることが多い。2016年3月26日には、北海道新幹線の新青森駅から、新函館北斗駅間が開業し、 東北新幹線との直通運転が開始された。このうち、森岡、新青森から新函館北斗間の区間列車を早手として運行していい。これは、森岡以北はすべて最高速度が時速 260km の整備新幹線区間に当たるため、この区間のみを走行する新幹線は、早草の要件として挙げられていた時速 300km 以上での運行という基準を 足すことができないからである。列車名は、運行開始当初、八戸駅で連絡していた、白鳥、スーパー白鳥、津軽と共に公募で決定されたが、早手という名称は、トップ10位に入っておらず、道の区、初狩りなどが上位であった。また、列車愛称を最初に取り入れた1929年の一般公募時より、東海道新幹線の愛称公募、4位などで、 一般公募ランキングに、たびたび不上しならも採用されなかった愛称を、この場に至って採用したことも、論議の対象となった。これまで採用されなかったのは、早手、疾風が農作物に被害をもたらす風、山瀬など、や、薬病、赤など、の異名でもあるためと言われているが、将来の新青森駅延伸も視野に入れ斬新で、スピード感を表す名称として、あえて採用された。 早草に次ぐ、速達列車として、東京駅森岡駅間により一本、森岡駅から新函館北斗駅間に1往復、岩手沼区内駅以外の各駅に停車、新青森駅から新函館北斗駅間に1往復運転されている。東京駅森岡駅間の列車は、2005年12月10日のダイヤ改正より1.5往復が設定された。 2010年12月4日のダイヤ改正では大幅に増発され、6往復となった。2007年には、繁忙期に、東京駅、上野駅仙台駅間を全席指定で、大宮駅仙台駅間通過の速達列車が、臨時運行され、号数は3 0号台。2008年には、仙台発東京行き、早手10号が、そして2009年には、東京発仙台行き、 早手て199号が定期列車として登場している。しかし、前述の100号と199号は2010年12月4日のダイヤ改正で運転区間を仙台駅から盛岡駅まで延長した子により、東京駅仙台駅間のみでの定期列車は存在しない。重量編成の E2 系、東京駅盛岡駅間及び E5 系。 森岡駅から新函館北斗駅間が使用されている。宇都宮駅森岡駅間で最高速度時速 275km の高速運転が行われているが、仙台駅南では列車運行本数が多いため、臨時列車では最高速度時速 240km の列車もある。早手で使用される E2 系重量編成には0番台、100番台車両、 400番台車両を増結編成と1000番台編成があるが、いずれも J 編成として共通運用されている。内例番台編成は12編成、1000番台編成は25編成となっている。グリーン車指定席は1両を連結する。グリーン車においては、グリーンアテンダントによるおしぼりと、ウェルカムドリンクサービスがあったが、2016年3月の ダイヤ改正で廃止となった。普通車は、東京駅発着列車については、全車座席指定席である。満席の場合に限り立席特急券で利用できる。ただし、号車は指定される。また、早手と、早伏のみが運転される。森岡駅から新青森駅間の各駅間に限り、空席に着席することができる、特定特急券を発売している。仙台駅北区間で、 定期運行される列車は自由席特急券で乗車可能な自由席も設定している。また、仙台駅森岡駅間に停車駅がある、早手で同区間内のみ東北新幹線を利用する場合に限り自由席特急券で普通車指定席の空席を利用できる特例が設定された。仙台駅から新青森駅間については新幹線定期券。 フレックスでの利用も可能で、普通車の空席に着席することとなる。北海道新幹線開業後の、早手には、JR 北海道が E5 系と、ほぼ同仕様で製造した H5 系電車も導入されたが、4編成のみで運用が限られるため、早手の定期運用はない。H5 系の H は、社名の、北海道レイルウェイカンパニーの頭文字を表す。 2012年9月29日現在、仙台北でのみ運行される、区間列車以外は、全車指定席である。ただし、森岡駅仙台駅間に停車駅がある、早手でかつ、同区間内を利用する場合に限り、自由席特急券で普通車指定席を利用できる、特例がある、口日、この東北新幹線における、 全車指定席列車は、早手登場の2002年12月に、初めて設定されたもので、小町と連結して、東京盛岡を結んでいた全身の列車、通称、スーパー山彦には、油席もあった。なお、ビジネス客需要が、大きい東京駅仙台駅間のみの速達列車が、設定されていないのは、東京駅大宮駅間の線路容量が、他の新幹線路線と共用であり、 限界に近いことも大きな要因の一つとされる。結果的に森岡止まりの列車にも乗客を誘導することができたが、2005年12月のダイヤ改正時に日中は仙台で山彦と早手が乗り継げ、ダイヤになった。一般客の場合、指定席の発売拒否などは行わない。両列車を仙台以南のみ利用することは可能であり、 東京仙台間のみの利用客が利用している光景を見ることが多い。ただし仙台以南のみの利用に関しては繁忙期などに発売枠の制限が設けられることがあり、東京駅の空席表示器で仙台までの利用が×満席、深夜おもりまでの利用は空席あるという表示になることもある。この発売枠制限は発車時刻の2時間前を過ぎると解除される。 また団体利用に関しては、森岡以南のみの場合、早手利用はほとんど認められていない。前社座席指定制は2003年10月改正までの、東海道、西洋新幹線、のぞみと同様であったが、のぞみと異なり、早手、小町では、フルムーン夫婦グリーンパス、合計年齢が88歳以上夫婦を対象とした、新幹線を含む JR 全線グリーン車を、 利用可能な特別規格乗車券やジャパンレールパス、外国人を対象とした新幹線を含む JR 全線グリーン車類は普通車指定席を利用可能特別規格乗車券などの JR 全線乗り放題の乗車券類が利用可能であるフルムーン夫婦グリーンパスではグリーン車も利用可能。ジパングクラブやレールレンタカー切符などのような 運賃や特急料金が割引かれる制度では、早手、小町特急料金は割引対象となる卓客機を除く。合わせて、望みのような光や小玉と異なる特急料金も設定されていない。なお、はやぶさでは、早手や山彦などと異なる特急料金が設定されている。森岡から新青森間のみ。 東北新幹線を乗車する際に列車と座席を指定しない場合は、特定特急券で、早草とと共に普通車指定席の空席に乗車できる。また、2010年12月改正で、山彦の一部を仙台森岡間にて途中停車駅がある、早手、通称、和やびこ、森岡発着の1 0 5台と新青森発着の22.47号が、該当に変更した。このため、 仙台医北の救済措置として、仙台森岡駅間に途中停車駅がある、早手で、同区間内のみ、東北新幹線に乗車する場合に限り、自由席特急券で普通車指定席の空席を利用できる特例が設された。当然ながら、仙台駅森岡駅間に停車駅が全くない、早手は、従来通り自由席特急券では乗車できない。 自由席を設定している93.95、96.98号は、最長で仙台から新青森間の自由席特急券のほか、森岡以北で設定の特定特急券でも自由席に乗車できる。なお、2016年3月26日以降、該当列車は全車指定席となり、事実上の自由席廃止となる。 新花巻以南の各駅から森岡の立技かつ改札を出ないで岩手沼区内北への各駅までの利用の場合は窓口で列車号数を指定しない立石特急券立石券区間は森岡から新青森間で早草、特定または早手特定号というダミー列車を端末で指定して発行を購入すると自由席と同額な特急料金になる岡以南は 山彦自由席利用か、仙台森岡間で途中停車する、早手で、同区間内のみの普通車空席利用となる、仙台森岡間で途中停車駅がある、早手を利用した場合、この立石特急券で、仙台以南の新幹線は、利用不可。特に、早手22.47号の場合は、乗り換えなしで、最長、仙台から新青森間を普通車の空席に乗車、可能である。 はやは、あくまで建前上は従来通り、全車指定席であり、この特例に関する案内は、積極的には行われていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。